55% で視覚情報、目から入る情報です。で、この中には身だしなみ、しっかりスーツを着こなしているか、表情、笑顔はちゃんと出てるか、硬くないか、目線、しっかり、面接官の目を見ているかどうか、で、あとは身のこなし、動作とかが入っています。その次に、聴覚情報、今度ますので、そういった時は中にタイツとかも履けるし、まあったかいと、あと活動的なイメージになりますので、そういった時に活用できます。で、形はですね、ちょっとこうフグ丈の短いようなパンツもあるんですけど、そうじゃなくて一般的なこういうストレートパンツにしてください。で、長さはパンプスの、ヒールが半分隠れるぐらいになる。あと、クリーニングですね。どれくらいの頻度で出せばいいのってよく聞かれますが、クリーニングがワンシーズンに1回。まずね、してない方多いんですよ、最近。なぜなら、携帯で時間が分かるからなんですね。ただ、